今回の動画ではバレットジャーナルの他にジャーナリングをご紹介しようと思います。ジャーナリングは私にとって書く瞑想のようなものです。今の自分の心に目を向けてありのままの思いを書くことで、自分の気持ちや考えが整理されたりします。そしてちょっと不安な気持ちがある時とか心がざわざわした時、そんな気持ちが楽になるっていうことも感じられます。で、私は特に朝の活動前にジャーナリングをしていて、特にそれをモーニングページと呼んでいます。バレットジャーナルではこれまでのように自分でセットアップをしてカスタマイズをした上で書き込んでいくっていう作業になるんですが、このジャーナリングはノートとペンだけあれば簡単に誰でも始められます。私はバレットジャーナルの中ではこちらのウィークリーページを使って1日の振り返りとしてその日感じたことを書いていっているんですが、それをもう少し時間をとってじっくりと自分の気持ちを見つめ直したいときにジャーナリングがおすすめです。で、今回はこういうふうにジャーナリング用のテンプレートを作ってみました。で、ジャーナリングの方法はとても簡単です。まずはノートもしくは用紙とペンを準備します。で、その時のありのままの気持ちを自由に浮かぶことをひたすら書き続けます。で、ポイントとしてはこれは書いたらいけないかなとか何かいいことを書かないといけないっていうふうに考えずにそのまま浮かぶままにありのまま書き込んでいくっていうのがポイントです。これは書いたらいけないかなとかそのちょっとした思考のブロックのようなものから自分を解放してあげるっていうのもこのジャーナリングでの大切な要素の一つになります。で、これを見られたらちょっと嫌だなっていうのを気になる方がいらっしゃったら、ノートではなくて捨ててもいい裏紙とかに書いてそれを最後に破って捨ててしまうっていうのも OK です。そして書き込んだ後にもう一度書いた内容を自分で眺めてみます。そうすると少しだけ客観的な自分にも気づき始めます。書いた内容を見てどう感じるかっていうところにも目を向けると新たな気づきが生まれることも多いです。そして今回はあえて質問を3つ用意したのでそれをもとにジャーナリングをしていくっていうことをやってみようと思います。よろしければ皆さんも一緒に書き出してみてください。まず一つ目は今日あった出来事は、もしくは最近あった印象的な出来事はという質問です。この質問の答えは、自分の気持ちが何か動いた
ような出来事、自分の中で少し印象的な出来事を書き出してみるといいと思います。では2つ目の質問です。その出来事によって心にどんな変化がありましたか、という質問です。何か考えをまとめて書き出そうというふうなことはせずに、本当にひらめいたままに書き出していきます。そして3つ目の質問です。1と2を踏まえて、ここから自分について何がわかるか、という質問です。あった出来事に対して自分がどんな感情を感じたのか、それをもう一度眺めてみて、少し客観的な目線で自分自身を見た時にどんなことを感じるのか、そんなことに目を向けてみます。例えば書き出してみたのをもう一度客観的に見てみると、あの時は少し悩んでいたように思ったけど、意外とそこまで大したことではなかったなって思えるとか、逆にあ、こんなに私は悩んでいたんだなとか、あとはこんな出来事が幸せだなって感じるんだなとか、自分に対しての何か新たな気づきがあれば、それをまたありのまま書き込んでいきます。この3番目の問いは、ジャーナリングを繰り返しやっていくともっと深みが増してきて、こういう出来事に自分は感情を抱きやすいんだなとか、それがつまり自分がいつも大切にしている価値観っていうところにもつながってくるので、新たな自分を知るきっかけにもなります。ということで、今回はこんな風にあえて質問項目を設けてジャーナリングをしてみましたが、その時のありのままの自分の気持ちを書き出してみて、それをまた見つめ直してみるっていうことを習慣化していくと、何か感情が生まれた時に自分のその心の変化に気づきやすくなったり、その感情を客観視するっていうことがだんだんとできるようになってくるので、自分自身の感情に振り回されることが少なくなってきます。なので、何か心がざわざわしてしまう時とか、少し気持ちが落ち着かなくて困っている時とかに、ぜひ試してみてください。私は本当に各瞑想のような形で習慣の一つとして取り入れています。11月の表紙はこんな感じです。今回は猫のシールを使いました。セットになっていた丸いシールも気に入っています。そしてカレンダーページと、そしてこちらがやりたいことやひらめいたアイディアをすぐに書き込んでおけるようにしているページです。そしてウィークリーログのページです。グッドフレーズには自分のお気に入りの言葉を書いておきます。毎日目に入るようにしておくと、その言葉のパワーをもらうことができるので、今回これを取り入れてみました。今月のバレットジャーナルはこういう内容でした。いつも皆さんのバレットジャーナルの中身をインスタで拝見して、皆さんからワクワク感をいただいています。ありがとうございます。インスタでタグ付けしてシェアしていただけると、私も拝見しに行くことができるので、またお待ちしています。11月も素敵な1ヶ月にしていきましょう。